です。皆さんは、武蔵野市からお越しですか。じゃあ武蔵野市の方、挙手。お、結構いますね。それ以外の方は手挙げなくていいです。はい。ですね、これからですね、この目の前にある4メートルの玉にですね、いろんな天体を映しますけれども、実はですね、来週土曜日10月27日に、国立天文台でもっとすごいのやります。特別公開があるんです。そこにもぜひですね、皆さん遊びに来ていただければいいと思います。もっとすごいですよと宣伝しておきます。どうぞよろしくお願いします。もう間もなく始まります。前の方の人はですね、しゃがんでいただければありがたいです。後ろの方の人もね、見えるようにぜひ皆さんで見ましょう。前の方の方をしゃがんでいただけるとありがたいです。ではもうしばらくお待ちください。川を挟んで反対側の方々は全員しゃがんでるだろう。しゃがんでるでもお前クマなんだから川の中入って鮭でも釣ってくるか。少年座る？大丈夫です。あ、座るんだったらね、これできてる。はい。寝る。皆さんこんばんは。時刻は午後8時となりました。ただいまよりスターバルーン2018イベントを開幕したいと思います。今日は皆様の目の前にありますこの大きなバルーンに月、太陽、火星、木星、そして地球の5つの星を映し出し、ちょっとした解説付きのプログラミング、プロジェクションマッピングですね、失礼しました、プロジェクションマッピングをお届けしたいと思います。改めまして本イベントをご案内させていただきます。明星大学天文愛好会スバルと申します。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて本イベントに関しまして、ちょっと注意事項の方をお伝えさせていただきます。本イベントのスタッフ皆光るリングを身につけています。何かあったときはこの光るリングをつけたスタッフにお申し付けください。さて皆様、今お近くまで寄っていただいて見ていただいていますが、前の方の方できればしゃがんでいただいて、後ろの方にもこのバルーンが見えるようにご協力いただけますと嬉しく思います。ちょっとしゃがむのしんどいなという方は今のうちに後ろの方へ移動されることをお勧めいたします。それから安全のためにこの中央付近パーテーションを張っています。このチェーンしっかり頑丈につけているわけではないので音を触れないようお願いします。それから小さなお子様の場合ですと、首ですとか肩のあたりにチェーンがちょうど高さがありますので、引っかかってしまうと大きな怪我、事故につながってしまう場合があります。少しだけ離れてご観望いただくことをお勧めいたします。どうぞご協力お願いします。さて今日は先ほどご挨拶していただいた萩野さんですが、国立天文台の研究員の方にも遊びに来ていただいています。遊び？天文愛好会スバルのスタッフ、みんな紺色のポロシャツ、ちょっと分かりにくいんですけども紺色のポロシャツを着て動いています。それ以外の光るリングをつけている方は国立天文台の研究員の方です。ちょっと気になること、専門的な質問がある方はぜひ研究員の方へご質問をどうぞ。この人はお菓子とかを、まあね、起きてる間ずっと食べてまして、ご飯は毎日7枚ぐらい食ってます。本当いきなりな、当たり前。それではまずはじめに皆様おなじみこの天体を見ていただきたいと思います。こんな食ったの？たまたまちょっとやっ、空、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、お聞きありがとうございます。月の解説をさせていただく川口と申します。皆さんどうかよろしくお願いいたします。
きなのか。ラブジーはまさにバカだ。めっちゃ撮影してる。拍手ありがとうございます。今ですね、見えますのは、皆さんご存知、お月様になります。ちょうど今あの木でここから見ると隠れてるんですけども、あの今日も綺麗に見えております。皆さん、お月様の歴史って何か知ってますか？どうやってできたとか知ってる人いますか？知らない人もいるかもしれませんので、ちょっと説明させていただきます。お月様はですね、約46億年前ですね、ジャイアントインパクトというものが起こり、火星と同じぐらいのものが地球にぶつかって、その地球の一部をこうぶっ壊して持ってって、でいろんな破片がぶつかって月というものができました。これあの学校、明日学校とか行ったら自慢してください。多分拍手が起きます。でね、月がどのくらいの時間でできたかというとですね、スーパーコンピューターというすっげーハイテクなものでですね、シミュレーションしてみたところ、衝突から約1ヶ月後には、今の形になったそうです。で距離はですね、今の16分の1ですね、地球から今の16倍も大きなお月様が見えていたということになります。なので今ではですね、ちょっと遠くになってしまってるんですけど、昔はもっと近かったってことをよく覚えておいてほしいです。でですね、こちらの月様なんですけども、かぐやという、人工衛星で撮影したものです。かぐやっていうのはですね、どういう人工衛星かっていうと、今ですね、一番流行りの人工衛星は多分探査機っていうとはやぶさ2かなと思うんですけども、かぐやというのも覚えておいてほしいです。かぐやはですね、月のですね、元素っていう構成しているものとか、鉱物とか表面付近とかのですね、あの探査をしてます。でそういうもののデータを取って、科学的に近い、価値を持つものを捉えて、将来月でどういうことができるかなとかっていうのを研究するために使われております。以上で月の解説を終わりにします。皆さん分かったかな？ありがとうございます。アンコール。この匂い、コーヒーみたいな。そうみたいな。さて皆様、もう今しばらくこの衛星かぐやによって姿を捉えたお月様、ぜひご覧ください。こうぐるぐる回っているので、月の裏側、それから表側を見ることができます。皆さんもしかしたら本とかでお読みになられたことあるかもしれませんが、月っていうのはいつもお顔をこちらに向けて地球の周りをぐるぐる回ってるんですね。なので実は月の裏側って普段地球にいる人からは見ることができないんです。この衛星かぐやですが、この月様の姿、とても写真みたいにクリアーに見えますよね。でもこれカメラでこうパシャパシャパシャって撮ったわけではなくて、レーザーでこうスキャンをしていって、そのお月様の地面に当たるまでの距離を捉えて、それを図にして作成したんです。なので、あ、今ちょうど見えてますね、真ん中のところバーコードみたいになんだかダダダダダダダと縦線が入っているのが見えますか？あれは別に誰かが月に降りて蒸気でこうピーッとラインを引いたわけでもないし、
なんかキャタピラみたいな大きなタイヤがゴロゴロと跡をつけていったわけでもなくて、衛星かぐやがスキャンしていく途中でスキャンできた、あ、ちょっとスキャンできなかった、できた、できなかったっていう、そのスキャンの乱れが縦線にバーコードみたいに見えてしまっているんですね。なのでそこ以外にも実は上の方下の方黒い溝がこうピッと入ってしまっているところもちょっとスキャンができなかった場所が黒く見えています。さあこちらは衛星かぐやで撮られた月でした。今日はせっかくですのでもう一つのお月様の姿を楽しんでいただきたいと思います。クリスマスケア。こ。マジでまだいる。ガッツァガッツ。